梅さん、私は小さい頃から絵を描くことが大好きで、大学で絵の勉強をしています。でも最近自分の実力不足では落ち込むことが多いです。どうすれば楽しく絵が描けるでしょうか。そういうなんか落ち込んだ時の質問が多いですね、はい、やっぱりそれはね、僕の芸風がやっぱ元気で明るいからかもしれないですね、うん、それゆえなのかもしれないですね、はい、僕はでも確かにまあ落ち込むことはそこまでないですし、はい、まあ、自分の絵の才能がないかもしれないと落ち込むことがあると、うん、いうことですよね。いやー、そんなことないですよ。やっぱあなたにはもう才能はめちゃくちゃあります。そう、めちゃくちゃあります。うん。なんでかっていうと、やっぱりもう絵を描きたいって思ってる、それが一番の才能だからだと思います。クラゲをかぶりなさい。どういう顔したな今。いやでもね、落ち込む。でもね、僕の大好きな魔女の宅急便のですね、はい、山の中に住んでる短パンで。はい、タンクトップの池崎の、あの別の世界線の女の子がいるんですけど、はい、あの人は落ち込んだ時は、はい、何もしないって言ってました、はい、絵も描かない、散歩したり何もしないって言ってました。だから一回見つめ直す時間って大事なのかもしれないですね。なるほど、うん、でもそしたらでもいつか絵を描きたくなるらしいですよ。でも確かに僕もお笑い、僕ネタ作るのそこまで好きじゃないんですよね。でも好きな時期もあったんですよ、初めの頃とか、うん、でもやっぱ仕事になってきたりとか、どんどんハードルも上がってきたら、どんどんなんかしんどくなってきつい時も出てくるんですけど、はい、まあそんな時は僕はサウナに行きますね、うん、でサウナにただただいてダラダラして酒飲んでみたいな、だから1週間とかやってたら、あ、作りてとかなる時があったんで、はい、一回何もしないのもありなんじゃないでしょうか。確かに、うん、いいこと言いましたね。いいこと言いました。たまにはちょっとやっぱ、はい、あのすいませんけどクラゲを取り返そうと思って真面目に答えてみました。いや、いいと思います。うん、なんか短めに言うと、はい、まあひろゆきさんにちょっと憧れて、まあ、ひろゆきさんの真似をしてるっていう配信です、はい、で切り抜き動画が、はい、池崎切り抜き動画が世の中にどんどん回ればいいなって思ってやってるやつです、はい、さあ行きましょうね。